この時間は日本対メキシコ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。今日のゲームはエスタディオ・ジョゼ・アルバラーデで行われます。2003年に設立されたこのスタジアムはポルトガル文化を代表するアズレージョというタイルで覆われ、非常に美しいデザイン性を持ったスタジアムとしても知られています。日本国国歌お聴きいただきます。日本はこの試合 4-4-2 というシステムで臨んでいます。どうご覧になりますか？そうですね、バランスの取れたシステムですよね、4-4-2 のフラット型、ダイヤモンド型、どちらのシステムにしても重要になってくるのがサイドバックですよね、そこがオーバーラップすることによって中央にバイタルができやすくなりますし、中盤の選択肢を増やすことになりますよね。なるほど、サイドバックの上がりがポイントになってくるんですね。ただダイヤモンド型の場合、トップ下の位置に入る選手が、サイドの役割もするので、その場合はフラット型として考えるか、あるいは守備に専念するサイドバックになるのか、結局はチームによってそれぞれの意図が強く出るフォーメーションですよね。はい、さあご覧のようにゲームはすでに始まっております。日本対メキシコ、エキシビションマッチが始まりました。まずはこのゲームの入り方ですよね、立ち上がりをしっかりと組み立てていかないと展開できなかったりミスが出たりとかしますから ね、自分たちのペースに持っていくための入り方を意識することが大事ですよね。まずは立ち上がりです。パスでつないで攻め込んでいきます。メキシコ、うまいですね。チェックを受けますが動じません。上げる、伊藤、ボールを下げてリズムを作るか。伊藤から岡崎、前線へ大きなフィードです。右サイド上がっていきます。中央へシュート、果敢にオーバーヘッドで狙ったんですがここは決められません。アクロバティックに狙っていきましたけどもね、こういったプレーがあるとねスタジアム盛り上がってきますからね。メキシコ決定的なチャンスを収めることができませんでした。遠藤、このボールに触ります。原口、原口から鈴木、このボールはカットされます。さあ鈴木、柴崎、スルーパスを出す、原口、シュート、これはもう相手チームはどこをケアしていいのかがわからないような鮮やかなカウンターでしたね。いや綺麗なカウンターでしたよね。仮に相手は分かっていたとしても今のようなタイミングで決められてしまったら対処が難しいですからね。見事な崩しでしたね。
あ日本今日先制はこの早い時間でした。いや主導権を握る上で非常にいい時間帯に先制できましたよね。立ち上がりのゲームを作る上できっかけになる大きなゴールと言えますよね。素晴らしいですね。もう一つ前に行きたい。ボールの確保のパス、柔らかいパス、仕掛けるか、まだある、遠藤、さあ右へ預けて伊藤に渡る、岡崎から伊藤、前半の14分を過ぎたところです。日本がこの序盤で1対0という状況をどうご覧になりますか。そうですね、やはり先制すると余裕が生まれますからね。立ち上がりが大事な場面で主導権を握りやすくなりますよね。原口、組み立てながら攻め上がっていく、スペースを狙った、この位置で受ける、どうだクロス、一瞬のクリアですよね。長いボール縦へ、さあ鈴木、さあ岡崎、日本ここでファールをもらいます。これは狙える距離でしょう。追加点のチャンスです。うわ、素晴らしいゴールでしたね。怒涛の追加点、ゴールに吸い込まれていきます。この辺をきっちり決めてくるっていうね、チームにとっても監督にとっても非常に頼りになりますよね。原口、今日2点目です。さあ日本さらに1点を追加し2対0としています。立て続けですからね、持ってきてると言えるんじゃないでしょうかね。はい、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。裏を狙う、中央へ、アウトまで来た、素晴らしいポジショニングでした。よく頭で合わせてきましたけどね。大きく縦へ、スペースを狙う、おっといいボールでしょ。酒井、これを読んでいた、原口から一気に前へ、チャレンジはしません、後ろに流す、これをカットします。伊藤、柴崎から左へ、柴崎へ、いけるか、チャンス来た、シュート、うわ、わずかに左へ逸れていきます。
サイド上がっていく。体強いですね。ふわっと裏を狙う。ボールはクリア。から岡崎、柴崎、この試合アシストを記録しています。抜けるか、柴崎、ルーズボール。原口、どうせなら北澤さん、ハットトリックみたいですよね。そうですね、まだ時間もありますから、いけるんじゃないでしょうかね。あるんでしょうか、期待したいですね。強さありますよね。ここで丁寧にボールを扱う。柴崎、さあ繋がるか、抜けた、打つか、シュート、川島。柴崎、吉田へ、長いサイドチェンジ。このパスを受けて日本が最終ラインまでボールを下げる。冨安、サイドチェンジ。中に入れる、ヘディング。日本完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、いい位置でフリーでしたからね。ここは決めておきたかったところでしたよね。ボールを下げてリズムを作るか、縦へのボール、上がっていく左サイド。ここは間合いを取る。絶好の位置で受ける、裏へ届くか。これは相手選手にディフレクション、コーナーになります。このクリアボール次へつなげたい。抜きに行きます。ここでファールがありました。誰に合わせてきますかね。もう一度セットプレーのチャンスになります。冨安、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。カウンターを仕掛けます。鈴木、抜けてくる、裏を狙っていきます。来た、シュート、3点のリード。ダメ押しゴールになるのか。今のはあっという間に決まってしまいましたね。
これはお手本のような綺麗なカウンターでしたよね。前線の今の動き出しは常に狙っておかないとできないですからね。タイミングも良かったですよね。さあ日本、フットボールではある程度安全圏と呼ばれる3点差までその差をつけました。サイドを縦に走らせます。拾いたい。ここで前半が終了しました。結果前半は3対0、日本調子いいですよね。リードして前半を終えたわけなんですが、どのようにご覧になりますか。しっかり守りながら攻撃してましたよね。その3点はね、数字以上に大きいと思いますよ。日本対メキシコ、日本が3点差をつけ後半に向かいます。後半です。寄せられてますけどもね、キープ力ありますね。ボールはクリア。これ仕掛けるか。さあどこに出してくる。メキシコ、ここでファールをもらいます。いやー、かなりいい位置まで持ってかれましたからね。やむを得ない選択だったんでしょうね。さあいい位置です。このセットプレーがね、後半の流れを。さあ上げる、中央へ。岡崎、伊藤へ、また中央へ。裏へのスルーパス、鈴木どうする。長いボールを送ります。素早いパスで攻め上がっていきます。サイドを使います。ここで前を向けるか。中人数揃っている。伊藤へ。チャレンジはしません。後ろに流す。富安へ。富安から長いボール縦へ、大きく縦へ、組み立てながら攻め上がっていく。柴崎、遠藤、長友へ、吉田へ、富安、縦へのボール。日本が最終ラインまでボールを下げる。長いボール縦へ。これはちょっとコントロールできませんでした。起きましたよ。さあ左上がっていく。柴崎、日本がこのセカンドハーフの序盤で3点差とリードしているんですが、この後の展開を北澤さんはどうご覧になりますか。もうこの後半は様子を見つつ相手に対応していく形でいいと思いますけどもね。この点差ならリスクを犯さなくてもいいですし、後ろを固めていくことに集中すればいいと思いますけどもね。スルーパスを狙う。伊藤へ、柴崎、チャンスを演出できるか。原口、本日2ゴール。さあハットトリックまであと1点です。ルーズになる。
岡崎へ、サイドのスペースへ走らせる、上げる、頭触れた、自分で行く、仕掛けるタイミングを図る、クロスが入る、ここ拾って次につなげたい日本、ここで丁寧にコントロール、枚数いる、中につなぎたい、ふわっとしたボール、クリアです、ここでファールがありました、注意に終わりました。さあセットプレー、直接狙うにはちょっと厳しいか、クロスを相手選手に弾かれましたがコーナーキックになります。そうですね、どうだ、ミドル、このクリアボール次へつなげたい、ボールが迫る、撫でるようなボールタッチ、さあ左へ預けて、ボールがつながる、ここまでご覧になっていかがですか北澤さん。日本としては守りに行くのか取りに行くのか、チームとしてはっきりしておいた方がいいですよね。サイドのスペースを使います、抜ければチャンス、さあ中央へ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます、伊藤、ここはいいプレスで奪います、メキシコ、ここでファールをもらいます、足元大事にいきます、上げてくる、どうだどうだ、シュート、勝負のシーン、クロスを上げる、トス触る、さあどうする、中へのクロス、これを拾いたい日本、鈴木、吉田、富安、伊藤へスルーパス、いいボールですね、岡崎、伊藤、岡崎、おこれいいですよ、伊藤へ、この位置で受ける、後半ももう3分の2が経過しています。サイドへ、一旦前を取る、中に合わせてくるか、クロスを入れる、岡崎、危ないシーンでしたがここはクリアの対応、丁寧に足元を使う、
長友、原口、裏のスペースを狙う、ここで受けて抜けるか、原口へ、好セーブを見せています。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。日本は嵐のようなカウンターなんとかしのぎました。バタバタした守備の中でキーパーだけが冷静でしたよね。まあ、次からもう少しリスクマネジメントを考えた方がいいですよね。つながどうだこのシュート、ゲット、メキシコあと2点というところまで来ました。まさにディフェンダー間に見出したゴールへの軌道、正確に乗せてきました。いや、意図的に狙って打ったんでしょうかね。それにしても際どいところを通してきっちり決めてくるあたりは見事でしたね。さあメキシコ、流れを変える1点となるんでしょうか。原口、長友、吉田へ、富安、大きく縦へ、伊藤、ここは競り勝ちます。岡崎、岡崎、ボールの奪い合い激しいものがあります。ここでファウルがありました。柔らかいボール、シュート、おー決まった、追加点、日本、素晴らしいプレーでしたよね。これで3ゴール差になります。いやー、よく詰めていましたね。岡崎、まさにポジショニングセンスが光ったゴールですよね。しっかりと次のプレーを予測しているので反応ができるんですよね。見事ですね。岡崎、今日2点目のゴールです。さあ日本3ゴールリード。いけるか、サイドを使う、日本はあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。さあこの時間帯でセットプレーのチャンスです。ちょっと小さい、そうですね、クロスを選択、
ドルーズボール。アディショナルタイムは2分という表示。裏を狙っていきます。得意のロングスローを入れてくるんでしょうか。クリア。このピンチをなんとか出します。ここで笛です。4対1、日本完勝です。見事に勝ちました。北澤さん、今日の試合ですがどうご覧になりましたか。日本としてはいい勝ち方をしましたよね。自分たちの持ち味を最大限に発揮して、その上で非常に魅力的なサッカーを展開していましたよね。素晴らしかったですね。そうですね、ありがとうございます。さあ、放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。本日の試合解説には北澤豪さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。日本が3点差をつけ快勝です。